こんにちは、ファイアゾンビソムリエです。正直使う前から楽勝だと思っていたこの構築、予想通りすぐに終わりました。ネタデッキの中じゃ最強の部類だね。過去最高の気温だったり、10年ぶりの最高傑作のワインであったり、100年に一度の天才だったり、可愛すぎる〇〇だったり、そういう感じのレベルで最強だよ。そして簡単すぎるがゆえに解説することも少ない。まず最初にネクロマンスを稼ぐでしょ。ファイアゾンビを進化で潜伏置きするでしょ。12点キープ状態で次のターンを待って、次のターンにレーダーで終わり、相手の盤面に1体いれば19点だし、クランクスとか統率があれば20点。一応ネクロマンス10達成で数字が出る可能性があるから、打点自体は伸びやすい。相手の盤面に2体フォロワーがいればもう勝ちだし、非常にシンプルで楽勝。振り相性はそこそこあるけど、何か困ったらレーダー連打でどうとでもなるでしょ。ネクロマンス消費も簡単だしね。何よりフラグラネロが使いこなせない私にはちょうどいい。頭使って時間かけて負けるくらいなら頭使わないで負けたい。そういうことだよ。そして考えようによってはファイアゾンビはフラグラ2枚と同じ火力、ケルヌン2枚で盤面圧迫もしないし、レーダーを走行してもリアニメイトがブレない。ね、シンプルでしょ。ケルヌン進化で数字以下ファイアゾンビになるからそこはブレるけどね。でも別にファイアゾンビが出てきてもいいじゃない。実際守護みたいなものじゃない。まあ上昇するデッキでもないし気にする部分じゃないね。とりあえず今ファイアゾンビが強い理由はケアされないこと。それ1点1級。なんかネメシスも共鳴より人形軸が増えてるし、カシムも若干少ないしラッキータイムだったね。4回連続くらいで人形軸に出会ったかな。もしそれがバカ流行りしたらケアが簡単だから、10連続で出会うくらいに流行ってほしいね。そうすれば19日だっけ？新カード発表までのストックが埋めやすいんだ。そうそう。新カード発表の日にちが公開されたんだよ。1週間くらい前から告知しろって動画を作ったそばから告知するんだもん。困ったちゃんだね。でも予定が立てやすいという嬉しさもある。まあ計画する予定がないから関係ないんだけどね。そんなこんなで対戦も終盤です。本当に灰になるまで現役だったファイアゾンビ。4コスで12点は今考えると火力がやばいね。霊体だと4枚換算だし、フラグラはさっき言った通り2枚換算。最強だったね。でもそれを最強にしてくれるレーダーが何よりも最強。その魂をかけ。お見事です。ちなみにデッキ派こんな感じ。フラグラがファイアゾンビになった感じかな。ネクロマンス消費をしないように霊体も抜きつつ、ドロー重視の構築。ケルヌンもドローで使っていいし、とりあえず7リーサルを狙う感じ。無理なら8ターン目にジャーニー進化レーダーでワンチャン。シンプルだね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。